おはようございます。今朝は東吾妻町に来てます。皆さんご存知ですかね。これはトウモロコシですね。下の方にありますけど、こうありますね。これは分かりますでしょうか。これが皆さんが食べてるこんにゃくですね。こんにゃくの葉っぱの根っこには芋、こんにゃく芋がありまして、これが葉っぱが出て養分を吸ってまた大きくなります。こんにゃくは3年経たないと収穫できません。渋川市、それから東吾妻町も結構こんにゃく農家が多いそうですね。かなり広い面積をこんにゃくを作ってますよね。秋にまた収穫します。こんな状態ですね。レポート終わります。皆さんが食べてるこんにゃくです。